皆様こんにちは。ピアニストの小池美奈です。今日はアーティストの使命についてお話しさせていただきます。最後まで聞いてください。また大きな議題ではあるんですが、私はピアノを弾く人なので、こう芸術活動としては演奏をする、パフォーマンス、表でパフォーマンスをするというパフォーマーでもあるため、こうそういう立ち位置でもあるんですけど、必ずしもパフォーマーがみんなアーティストかどうかっていうのはニアリーイコールだと思っていて、でも私は常にアーティストとしてありたいなというふうには思っています。で、こうパフォーマーであるというところにあることを考えると、まあ、エンターテインメント、その、まあ、会場だったら会場、集まったコンサートだったり、そういう会で盛り上がることだったり、その時が楽しいこと、っていうのがすごい重要だと思うんですけれども、芸術の場合はその時の楽しさだったり、その時のなんだ、一時的に動かされる感じだったり、一時的にこう共感できるっていう、まあこの間もお話ししましたけど、分かりやすいこう即効性のある反応が必要なわけじゃないから、っていうのを持ってるんですけど、ちょっとパフォーマーとして挙げられるジャンルとしては、こう我々のような楽器を扱う音楽家だったり、あとは体を動かすダンサーさんだったりとか、他にもいろいろあると思うんですけど、やっぱりアートは文化であると思っているので、なんか精神的な活動だと思うから、例えば、まあ、芸術をすることによって日々学んでいることは、こう生きていく上での美意識、何が美しいことであるかっていうのをよく考えているんですけれども、それを文化として伝えていくっていうのが大きな使命なのかなというふうに感じています。演奏家として学んできたっていう感覚はあんまりないかもしれないです。音楽を通して思考とか生きる上で大切なこととかを学んできて、それの一番分かりやすい形として演奏で表に出すっていう、なんだ、最終手段であるような気がするします。もちろん、まあ、パフォーマンスをする時というのは聞いてくださるお客様がいらっしゃって、その時大切な時間をいただいているわけですから、すごく責任も感じるんですけれども、責任も感じるし、いい時を過ごしてほしいなという思いはもちろんあるんですけれども、それがその時その瞬間分かりやすい形で楽しいっていうふうに思ってほしいかっていうのは、ちょっと違う、いい時間は過ごしてほしいんですけれども、いつもいつも楽しい気持ちになってほしいかっていうとまた違うのかなっていうふうにも感じて、やっぱすごい
長期的な、そういった意味でも長期的な活動なのかなっていうふうに思います。そうですね、そう、なんか前回の動画とも少し重なるところがあるんですけど、やっぱり作曲家自身も彼の中で考えていたこと、思っていたことがその曲に現れているわけで、それをすでにもういらっしゃらない大巨匠たち、今ご活躍の大巨匠たち、そして私が演奏する意味、そしてそれを聴いてくださるお客様がいる意味っていうのは、やっぱりその同じことに、全くそれが同じことに、なんだろうな、疑問を抱いていたり考えていることが全く一緒である必要はなくて、きちんと考えることっていうのをこうつなげていくっていうのが、そう、音楽を通してしていくべき伝承なのかなって。そのもちろんその曲を残すことっていうのは大事なんですけれども、一番大事なところはその音楽を通してもっと奥にあるもっともっと大切なことをずっとつなげていくっていうのが大事なのかなって思うし、これはまあ演奏に、演奏家だけじゃなくてアーティスト全てに置けることだと思います。アートをしていく意味というか、与えられたものがたまたま音楽であって、たまたま楽器がピアノであっただけで、もしかしたらそれが絵を描くっていう絵の具が与えられて、そういう技術が与えられてという人だったら、同じ思いで芸術をしていってたと思うし、なんだろうな、そこに対してはあんまり強い思いがないかもしれないです。たまたまラッキーなことにピアノが私に与えられたという感じで、だから生まれ変わったら何になりたいですかと言われたら、パッとは思いつかないですけど、結局やっていきたいことっていうのはもしかしたら同じかもしれなくて、なので執筆活動とかもしてみたいし、まあ絵が描けるなら絵も描いてみたりとか、コンテンポラリーのダンスを踊ってみたりとか、最後に表に出す形は変わるかもしれないですけど、なんでやってるかっていうことは変わらない職業を選ぶかなっていうふうに思います。ということで本日はアーティストとしての使命についてのお話でしたが、私はこのように今は感じていますが、皆様はどのようにお考えですか？ぜひコメントなどでお聞かせください。それでは本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。